やー、何か、まあ何がいいかって聞かれても困るんだけどね、あの最初見た時からもうやられましたよ自分は。まああれです、あのまあネリカメ菜の葉というアニメだから、まあな、まあ、高町菜の葉が、まあ、主人公というか魔法少女ネリカメ菜の葉で、まあ、菜の葉の主人公で、まあ、その敵役みたいな感じでね、あのフェイトさん出てきたんだけど、まあなんかこう割とあれなんですね、悲しい感じで出てきたんだね、こうこれはなんかあるぞと、あの元々そんなほら俺はアニメ自体は好きなんだけど、あの18区ぐらいからずっと見てなくて、でリーガルなんで32かな3歳ぐらいの時に見たんですけど、はい、もう一気に DVD 借りて全部見ましたね。確かリーガルなのは、まあ、無印からあのエースまではほぼ4日ぐらいで見たっすね、全部 DVD 一気に借りてきて。あのそう、大人になったフィットさんっていうのもね、あのまあありですね、俺は ありですね、認めます。あのなんかそこはいろいろよもやまこうけんけんがくがくらしいんですけどね、まあ一言で言うとセクシーと言いますかね、あのフィットさんいいっすよ、あのリディカルナのストライカーと思ったら、その話の厚さではね、俺エースですね、やっぱりリディカルナのほうエース、あのあと無印もエースけどね、あのまあ変身シーンすごい衝撃だったじゃないですか。変身シーン、まあ、衝撃だったんで、あの漫画喫茶、その時漫画喫茶で見てたんですよ、あの DVD プレイヤー自分持ってないんで、まあ、変身シーンこう頑張ってこうどういう変身シーンなのか一コマ一コマコマ送りしててみたら、なんかたまたまなんですけど、隣の部屋の人があのライターかなんかこう自分の部屋個室と個室の合間の壁のところに落としたのかっていうらしくて、あの店員さんがどんどんって取られてガラガラって急に入ってきてよかったんですよ。もう俺がこのフェイトさんが変身してこうブワーってこう、ね、ちょっと、ね、脱いだ状態のところでこうこうやってこうコマ送りしてるところに来やがって、俺もちょっとその漫画喫茶行きづらくなったり したりもしたんですけどね、まあそれもしょうがないですよね、あの好きなんですからね、まあ、好きになったらしょうがないですよ、そればっかりは。これからもご活躍を、応援してます、よろしくお願いします。